アメリカ合衆国大統領首席補佐官は大統領の職務を補佐する大統領補佐官である。首席補佐官は必要な時にはいつでも大統領に会うことができるなどウエストウィングを実質的に取り仕切る職務でありホワイトハウス事務局職員のトップに立つ人物である。首席補佐官の下には数名の自席補佐官が置かれる。首席補佐官の職務内容は非常に 広範囲にわたるが一般的に首席補佐官は他のホワイトハウス職員を監督、統括し大統領のスケジュールを取り扱い大統領と訪問者との面会を調整する。この大統領と訪問者の面会を調整するという職務ゆえに首席補佐官は大統領の取り出と呼ばれることがある。非公式には首席補佐官は 大統領と最も親しい政策アドバイザーの中の一人であって、また個人的にも友人であることが多い。ただし、首席補佐官という職は、閣僚と兼任する日本の内閣官房長官とは異なり、閣僚外の役職であり、議会同意人事ではなく、大統領権限継承順位にも入っていない。ただ、 前期のように大統領の補佐役として権力を握ることから一般的には官職とされてきた副大統領よりも実質的な権限を持つとも言われホワイトハウスの影のナンバーにと言われることもある必ずしも全ての大統領が公式に首席補佐官を置いたわけではないケネディ大統領は置かなかったしカーター大統領も任期のほぼ終わりまでは置かなかった トルーマン大統領、ジョンソン大統領、そしてジョージ・ W ・ブッシュ大統領以外の大統領はすべて任期の途中で主席補佐官を変えた。なぜなら主席補佐官という職務は高度のストレスを受ける職務であるからだと言われている。それを示すように主席補佐官の平均職務期間は2年と少しに満たないくらいである。最も長く主席補佐官を務めたのは ハリー・エストルーマン政権下で6年間務めたジョン・スティールマンである。多くの主席補佐官は就任前より政治家としてのキャリアを積んでおり、その多くが退任後に他のさらなる上級職の経歴を持つことになる。その例としては、ニクソン大統領の主席補佐官を務めた後に、国務長官になるアレクサンダー・ヘーグ、ジェラルド・フォード大統領の主席補佐官を務めた後に、 国防長官を務めたディック・チェーニーやドナルド・ラムズフェルドなどが挙げられる。ありがとうございます。